アラム MP3 本名アラムサルグジャンもしくはアラムサルキシャンはアルメニアのシンガーソングライターコメディアンテレビ司会者俳優である2014年5月にデンマークコペンハーゲンで開催されるユーロビジョンソングコンテスト2014にアルメニア代表として出場するアラムサルキシャンはソビエト社会主義共和国連邦 アルメニアソビエト社会主義共和国のエレバンに生まれ、エレバン国立医科大学を2006年に卒業する。在学中、当初アルメニアの大学生として、そして後にはアルメニア人チーム、アララトの一員として、ロシアのコメディ番組、KVN に出演する。2006年、数人のコメディアンと共に、コメディ番組、32アタムに出演するようになる。番組中、 様々なヒット曲をコミカルにカバーして歌い、音声ファイルフォーマット MP3 の名前をとってアラム MP3 と呼ばれるようになる。2007年アルメニア国営放送アルメニア1の番組ニアザーで優勝する。この頃ジャズやブルースのクラブでライブパフォーマンスをしたり、歌曲を録音し、ビデオクリップを撮影したりといった音楽活動を始める。また X ファクターや ハイスーパースター、マイネームイズ、パワーオブジューなどの音楽タレント番組の司会を務める。2010年、友人らと共にコメディアンユニット、ビタミンクラブを結成、アルメニア TV の番組に多数出演する。2013年12月31日、アルメニア国営放送、アルメニア1により、ユーロビジョンソングコンテスト2014のアルメニア代表に選出されたことが、 明らかになった。2014年5月にデンマークのコペンハーゲンで開催される同大会ではノットアローンを歌う。2008年4月に結婚し、2011年6月に第一子が生まれる。ありがとうございます。